チャッタコです。本日もリスナーさんのステージやっていきます。はじめに猫忍者さんのステージですね。独特のギミックの活用法でキャラコン運、とっさの判断、そして戦略が必要なそこそこな難しいコースということでやっていきます。制限時間は5分で、初見クリアはほぼ不可能らしい。ということでやっていきますか。最初、ドアダッシュが斜めになってますが、開いちゃうんだね。ジャンプダイブで、ゆっくり越えていく感じかな。それか、開いたドアに乗って、開いたドアの、この床に乗っていく感じなんかな。ちょっとわかんないですけど。それか、順番に、こうやっていく感じかな。あーでも、あ、いけるか。こうですね。で、乗って、ジャンプダイブ、OK ですね。で、この後、まあ、ちょっと、平らではない。なんか曲がったというか、平らではないブロックを越えて中間取れましたね。で、これちょっと高さがあるんで、ジャンプダイブで、越える感じかな？オッケーオッケー。で、ここギリジャンで届きましたね。で、今度は、バー飛びで、行く感じかな？で、ここも飛んで上がる感じだよね。オッケーオッケー。結構、まあ特殊な使い方ですけど、まあなんとなく、いけてますね。で、今度多分、ハンマーで上がんなきゃいけないと思うんだよな。坂的にどう？あ、でもいけそう。あ、いけましたね。真ん中じゃないと坂が、かなり急なんで登れなかった。で、これ登って、いや違う。一回、丸太の上部に着地してからジャンプダイブだよね。かなり急坂なんで、結構シビア。で、一回上部に着地してからジャンプダイブ、OK ですね。初見クリア厳しいらしいけど、いけたらいいな。こけるな。あー、そこダイブじゃない。ダイブいらない、絶対これ。最後の短いコンベアは絶対ダイブしちゃいけないんで、気をつけたいな。まあ、全部いらないか。いった感じ全部いらなそう。いやー、ギリギリ。オッケーオッケーオッケー。いい感じ。今のところめちゃくちゃいい感じだけど、今度どっちだ？あー、なるほど。リリパーを踏む感じかな？あー、でも結構助走がいるか。オッケー。ほんで、中間取れましたね。で、ゴール、あ、ゴール来てるね。あと2分あるんで。いやー、結構坂だ。早めのジャンプ。危ない、中間取らないように。滑った瞬間にジャンプするぐらいじゃないと、まあ、届かないよね。これは、おそらく。いやー、中間取りそうで怖い。ミスったら。ちょっと考えよう。スライダーで行くのは合ってます？これは。合ってるか。絶対この、これじゃ届かないんで。いやー、ここむずいな。スライダーじゃなきゃ無理だよね。でも滑り続けると、高さが足りない。いやー、違うな。ちょ、中間取りそうで怖い。早めのジャンプだな、やっぱり。一回、無理か。ちょっとわかんないですが。あ、おオッケーだね。このぐらいのタイミングで行けば。ちょっと白ファイついてて掴みづらい状況かもしれないけど。いやー、回転加速入れると体が横になって届かないっすね。なので、ちょっと体曲げちゃダメだな。いやー、届かん。そして中間取りそうで怖い。いやー、ゴール前なんですけどね。いやー、届かないか。いや、中間取るな。危ない。いや、5分。5分、いや、きついかな。いや、それは届かん。もうちょっと、ジャンプのタイミング早くしないと。届け。いや、届かん。いや、あと20秒。ラストチャンスぐらいかな。いや、間に合わないな、これは。ダイブして、ジャンプして、ジャンプしてからダイブするタイミングちょっと遅らした方がいいかな。
いやでもそうすると遅いか。一応リベンジします。よし、戻ってきました。こっから行きます。あ、掴めたね。なんかわかんないけど、今度は簡単に掴めました。今度はどうするんだこれ。いや違うか。ちょっとあの段差を借りて下り坂を利用するか。ジャンプして着地。これ掴めないもんね。ジャンプダイブで乗る感じかな、おそらく。それでやってみたいと思います。ジャンプダイブで、ここは助走で、今のじゃあ悪かったな。何が悪かったかちょっとわかんないけど、で乗って、で一旦ここで止まって、ジャンプダイブ OK で、次これ高くね、掴めるんかな。掴めないか。いや全然ジャンプ出ないし。あ、掴めるんだね、そこは。でここ着地して、いやーこれはむずいな。あ、どうしよう、これ積みかもしれない。こっから行かなきゃダメだよね。いけるか。あ、オッケーオッケー、これでゴールかな。ゴールっぽいけどダメじゃねこれ。全然勢いがつかなかったな。もうちょっと先端から風吹かれるか。先端というか風の出どころからしっかり降りて当たって、これでいけるんじゃない。いやでも弱いな最初。あ、ジャンプすんのか。なるほどね、ジャンプしないと当たんないんだ。じゃあジャンプしまくってゴールする感じね。今回は間に合いそう。そういうことか。じゃあジャンプ連打でいくか。こんな感じで。あ、OK ですね。これで入れる。なるほどね。ということで、ありがとうございました。アギさんのステージ、容量マックスやっていきます。難易度3ぐらいです。クリアチェックに2時間かかったので採用お願いします。ということで、やっていきましょう。この速度はおそらく触らないで通ることはできないよね。いやだよね。ぶつかっちゃう。から、ぶつかって綺麗に抜ける方法を考えなきゃいけないっすよね。どうだ？いやー、当たっても厳しい感じなんでどうしよう。ジャンプはしない方がいいか。いやー、ちょっと待って。当たっちゃうね。ギリギリで行こうとしても当たっちゃう。あー、でも超えられたね。なるほどね。で、どうするか。こっち行った方がいいよね。風に当たらない方法を考えた方がいいから。で、これ、抗える。抗えるね。オッケーオッケー。で、進んで、中間取れましたね。今度風がめっちゃ上下で吹いてるけど、どうしたもんか。え、どうすればいいのこれ。あ、でもなんか上がったな。上がって一回着地して、あ、なるほどね。こっちに行くんか。あ、ちょっと待って。いやー、それは辛い。ちょっとコンベアで上がれなかったんですけど、ここにいれば当たんないね。あーでも足りない。足りないから。いや、一回降りなきゃダメか。あ、でもいけそうっすね。いけて、で、コンベア越えて、今度、スライダーで降りていく感じかな？ですね。スライダー使って。あー、なるほど。こうなってるんだ。ゴールの裏が、道があったんですね。で、ちょっと待って。引かれる。それは引かれるが。オッケーオッケー。で、シーソーを傾けて、進んで、お、中間ですね。中間取って、で、めちゃくちゃ、ぐるぐるファイトしてて、ぐるぐるファイトゾーンを、向こうがゴールなんで、ここが進んでいけばいいかな。おっと、ちょっとそれ沼るな。一回着地して、あ、オッケーオッケーオッケー。こっち行けばいいんか。一回起きてもらって、じゃあ寝てるんだよな、この謎の生物。一回起きてくれないかな。一回起きてくれない一回着地して、オッケーオッケー。あ、ちょっと待って、ここからは降りれないから。こっちから行くか。でも、なんか風が吹いてんだよな。どう行けばいい？あ、奥吹いてるから、手前降りればいいんだね。ここに降りて、オッケーですね。いや、めちゃくちゃ早い。で、上がって、なるほど。上がって、こっちのスライダー行けばいいんかな、左側の。いや、着地ジャンプしなきゃ届かないんで、一回距離離して、オッケーオッケーオッケー。で、
丸太があって着地して、いいか、これ普通に飛ばしていく感じかな。で、あー、最後でも中間がなかったよね。全然中間なかったんで、きつくない？で、一回止まって、パンチング、オッケーオッケーオッケー。結構調子がよろしいこと。で、フリッパーに乗らないといけないんだな。で、乗って、いやー、障害物やめて。うわー、当たりそうだけど、オッケーオッケー。で、最後のドアダッシュは、まあ、ここ踏めばいけるよね。オッケーオッケー。これは慎重に、ゴールまでって感じかな。オッケーっすね。ということで、ありがとうございました。で、フィロンさんのステージ、アタックオンガイズ、やってきます。超型ガイズの元へ向かうコースです。難易度はそれなりということで。前方に見えますね。そちらを目指してやっていこうと思います。住宅街がありますが、住宅街だよね。で、この後風を踏んでいく感じかな。風踏んで、打ち上げられて、なるほどね。で、もう一回風を踏めば、超巨大ね。のガイズの元へ行けるんかな？もう一回か。あ、ちょっと待って、届かない、それは。いや、やらかした。え、でもなんか着地できて。え、こっから復帰行きます？え、積み要素ではないよな、多分。あ、でもなんか、中間あるね。中間あって、でも下からも行けそうだよね。あ、でもなんか下の方が楽しそう。風で飛べばさ、楽々行けちゃうけど、なんかこういう、なんて言うんだろう。街並み？住宅街を散歩するのも楽しいですね。で、奥は何もないと。上上がる感じか。あー、なるほど。こっちか。いやー、厳しい。結構遠い。ちょっともう一回意識してやろう。オッケーオッケー。で、今度はまた、右側行って、今度左かな？ですね。あ、でもゴールやん。ちょっと待って、進撃のガイズ見れてない。巨大なガイズ見れてない。ちょっと回って見に行くか。なるほど、ゴールは裏側なんだ。で、こっちに行って、で、風で、ちょっと見ましょう。その光景を。でかいな。ちょっとでも斜めだね、風が。登って、いや、なんとなく見えましたね。まあ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 。これが手か。両手ありますね。片手上げてて。雲の上乗れたら上から見れるけど。いや、ちょっと厳しいかな。この高さ的に。ちょっと落ちちゃったけど。ちょっと足も見て。そっか、これ住宅街だと思ってたら、そうだ。超巨大ガイズくんだ。まあ、ということで、いっか。まあ、景色も見れたことだし、ゴールしていきましょう。で、裏側にゴールがあるから、ちょ、そっから入っていきますか。で、リリーパーを踏んで、OK ですね。ありがとうございました。曖昧さんのステージ、コース、やっていきます。短い時間でできるコースで、制限時間2分です。楽しいと思うのでやってくだされば嬉しいです。ということで、最初、フニボーがありますね。結構難しいですが、いけるかな？あ、いけましたね。で、今度は真ん中踏んで上行くんかな？で、どうするか、バージョンしていくか。で、飛んで、踏んで、OK っすね。で、今度は、どうするんだろう。これ、一回降りなきゃいけないですよね、きっと。降りて、この虹のとこ着地して、プニボを踏んでいくんかな？それで、届くんすかね？ちょっとわかんないですけど。あ、風ね。風の影響を受けて。ちょっとろれつ回ってないね。大丈夫かな？ちょっと心配なんですが。で、虹のところに着地して、プニ棒で踏んでいく感じだよね。で、こっちに行って、で、虹からのプニ棒。まず虹に着地して、で、プニ棒、あ、いけましたね。薄く当たる感じで。OK でしたね。で、今度、雲のエリアを乗り越えていく感じかな。で、踏んで、OK ですね。でも、リリーパッドがある。リリーパは触んなくていいよね、多分。あははは。
まあそうなるよね。リリーパは触らずにカドジャンして大ジャンプ。いやー時間がやっぱ2分なんて短いね。オッケー。いやーギリギリ、これギリギリいけるね。いやーよかったよかった。これでゴールっすね。ということでありがとうございました。チャッキーさんのステージ、チャッキーの大冒険やっていきます。難しいのを作りました。これを数回のチャレンジでクリアできたらすごいですということで頑張ります。いやすごい、なんか見た目が面白いけど、ここからいける？いやむずいな。いや迂回してもいけるけど、こっちからでもいける感じか。いやすごいな、ちょっと楽しちゃうけど、これはこれで、いやこれはこれで若干むずいぞ。若干シビア、壁抜けがね。まあでも抜けられましたね。で今度は、あやばい、積んだ。それはそれは積んだよな。あ戻れた。あすごい新感覚な感じで、いや掴んで OK。 すごい新感覚ステージみたいな感じ。いやこれどうやっていくんだ。あそっか、プニボーがあるから、プニボー当たるとめっちゃ飛ぶんよね。触れなかった。そうめっちゃ飛ぶんすよ。でここはパンチングで飛ぶ感じかな。届け。いやギリギリ届かん。でぶつかって、いやーこれは側面をしっかり当たらなきゃいけないっすね。当たってオッケーオッケー。でオッケー届いて、今度は風ですね。で届いてオッケー、今度はビュームラスター2枚重ね、当たっていきますか。で届いて OK。 面白いなこのステージ。で今度は、なるほど、トルネードトライアルで鍛えられたこの隙間の入り方は、いけてるんですけど、今度なんか難しそうだな。いやーシビア、こっからか。ちょっと中間が欲しい感じありますが、まあ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 。で一回ここに着地して、今度シビアだよな。天井に当たっちゃいそうで。あーなるほど、側面から入っていく感じか。今掴めばよかったね。掴めば多分掴んでくれたと思うんで OK。 で側面から OK 掴んで、今度はいやーこれむずいな。回転が、あなるほどね、左側行かなきゃいけないんか。タイミングが合わない。タイミング待って次行くか。いやーわからん。そしてこっから中間欲しいな。あれやる前に難しいんだよな本当に。あそこむずいな。ちょっとまあここはいいんだけど、これも側面から、あー何回やってもなんか沼りそうだな、あの2つ目と3つ目は。で側面から入って OKOK。 これがな、乗ってる？あいけてる？いけてる？ OKOKOK。 かなりあの視野的にめちゃくそむずかったけどいけましたね。でこれ出たな。あーむずい。一回ジャンプしなきゃダメかな。当たる瞬間にジャンプだな。 OK 飛んで、うわー惜しい。これでもいやー全然ゴールまで遠い。鬼だなこれ。何分なんだろう制限時間。いやダメか。ちょっと足が離れる瞬間にジャンプできたらでかい。うわー乗れないか。ただ4分以上だ。5分以上ってことかな。乗れ。いやーむず。かなり前回のチャッキーさんのステージよりはシビアな感じ。ちょっと真ん中行きたいなちゃんと。あー違う違う、ジャンプできてなかったな。ここ、OK、ジャンプ出た。今度あの隙間入んの。鬼なんですが。鬼だけど入れて、熱っ。いいプレイできてますね、今回、結構。で、中間取れて、中間でか。一回動かして。で、押されて、いや、痛すぎ。それは痛すぎる。飛ばされて OKOKOK。 これだいぶで下抜けられたらでかいけど、いやそんなことはないか。で危ない危ない危ない。ナイスナイス。
で当たるな。いやー、ここシビアだな。うわー、着地できて。めっちゃむずい、ここ。えぐみが増してる、ここのステージのむずさは。オッケー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 。え、めっちゃキャラコン鍛えられてる。いい感じ、いい感じ。で、今度は、おっと、いけて。で、次は、ここ着地して、で、いやー、いけないか。今いけたら完璧でしたけど。で、着地して、で、オッケー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 。ジャンプして、いやー、最後あの隙間入んの。え、入れちゃう。え、今日、え、キャラコンやばくね？え、キャラコンやばくないですか？これ初見クリアやばいよ。オッケーオッケーオッケー。当たるな？当たるな？じゃ、ここは慎重に慎重に、慎重に、オッケーオッケーオッケー。やばいやばいやばい、今日、キャラコンめっちゃやばいっす。え？これ、え、これめっちゃ嬉しいな、このステージ、初見クリア。時間何分なんだろう。ということで、え、めちゃくちゃむずかったけど、やばいっすね、これ。いや、嬉しいわ。ありがとうございました。ということで、本日もリスナーさんのステージ、やってきました。またね、どんどんやっていきますので、ご応募のほどよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。バイバイ。